はいさあそれでは過去の「良門」いよいよ鳥を飾るのは四角の5番「極」の問題ですこちらの問題は青森県の2018年の問題でありますでこの「極」の問題については正直なところ勉強はどうしても欠かせませんやはり単発の知識としてよく出るわけです、えー、ちなみにですね皆さんお手元の、えー、サブノートこちらの23ページ、えー、テキストの23ページを一度ご覧ください 極、えー、の問題ということで、丸一四字熟語五字熟語、丸二ことわざ五字熟語、そして丸三慣用句と中でも出題頻度が高いものを並べてあります。最低限こちらに載っているものはぜひ覚えていただきたい。そして漢字と同様一冊薄手の問題集を解いていただけると気持ちの上で安心が得られるんじゃないかなと思います。ではですね、こちらを踏まえて、はい、問題の方はテキストの。えー 二十二十ページですね。テキストの二十ページをご覧ください。さて二十ページの四角の五番、国青森県二千十八年こちらの問題です。括弧一次の A、B それぞれの意味を表す四字熟語を漢字で書く場合、A、B どちらにも使う漢字を下の一から四から一つ選べ。さて A ことを成し遂げようと忙しく四方八方を駆け回ること。 この四方八方をのところでピンときていただきたいあっち行ってこっち行ってするわけですねこのような利用を東本清掃って言いますよねはい東本正装というんですこの四字熟語も,もう浮かばないとここで終わってしまうですからぜひこの四字熟語については勉強したいですねそして次に B です 他人の意見や世間の噂を気にかけず聞き流すこと右から入って左から出てくるような声ありようですね聞き流すがポイントですねこのようなありようのことをバジ東風と言いますということで AB どちらにも現れてくる漢字は東でございますから正解は一番と はい、お分かりになるかと思いますさあ、ということで四十五の問題でございましたでは次に、括弧の二、次の一から四の文の中で下線部の使い方が最も適切でないものを一つ選べ皆さん、この最も適切でないここ赤ペンで二重線引いてくださいさて、適切でないと問われていることにまず注意が必要ですが最もですですから 一見疑わしく思えるものが、これ二つあったはずなんです。このうちよりまずいもの、より明らかな間違いを選びたいですね。さて、そこで、こちらをご覧ください。黒板、ええ、括弧の二、三番です。あの先輩は、経験豊富にもかかわらず、実行力がない。急訴、猫を噛むだね、とあります。この実行力がない。これ、できないってことですよね。 無能ってことです。ところが、窮鼠猫を噛むというのは弱者も強者を苦しめることができる。弱者でもできるって話なんです。ということで、できない、できる。明らかな矛盾ですね。ということで、これが最も適切でないということになりますので、正解は三番が正解になります。なお、四番の選択肢をご覧ください。 あの先輩は経験豊富なのに実行力がない論語読みの論語知らずだねこの論語読みっていうのは知識が十分あることの例えですそして論語知らずというのは論語の精神を体現できないつまり実行できないことの例えなんですね本の知識はあるのに実行力がないことを論語読みの論語知らずだねって言い方しますということで 経験豊富なのにって言い方と論語読みのって言い方は知識のステージが違うので経験というステージなのか書物で得る知識なのかこの点でちょっとズレがありますので違和感はあるんですねしかしながら論語知らずなねの部分が間違いなく実行力がないって意味になるんですねとすると違和感は残るものの実行力がないって意味では一致してますので三番との比較で最もまずいものは三番だと考えます このよようにバランス感覚が求められますよりますりずいものを選ばないといいけないもちろん最も適切って言われたらよりまともなものを選ぶんです。ということでこの「最も」って言い方にもちょっと注意を向けましょう。さあそれでは皆さん以上ご説明申し上げてきましたが解いておきたい過去の良問。まずは読解国語常識極編これにてお開きということにしたいと思うんですね。 とということで皆さんはこちらのまず読解の読み方解き方そして語句のツボこれを押さえていただいてぜひ合格に結びつけてください。それではこの後はその他和歌敬語といったところに移っていきましょう。